ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら。日本を裏切るのか。日本より中国を選んだダム建設、フィリピン政府に怒りの声が殺到、大手メディアが困惑。フィリピンは大型ダムの建設を日本ではなく中国に頼んだのですが、そのことに国民の不満が爆発しているらしいのです。中国も海外で多くのダム建設の実績があるので問題ないように思えますが、一体なぜフィリピンの人々はこんなにも怒りまくっているのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。東洋の真珠とも呼ばれる美しい街並みが魅力の大都市、フィリピンの首都マニラ。フィリピンがスペインによって植民地化された16世紀の昔から首都であり続けたマニラには、教会や博物館など多くの歴史的な建造物が残っています。近年では目覚ましい発展を遂げており、ショッピングエリアなども充実。なんと東南アジア最大の水族館や動物園まであるほど。そんなマニラ首都圏の人口は2600万人を擁し、世界有数の大都市圏を形成しているのです。ところが近年、マニラはある大きな問題に悩まされてきました。実は深刻な水不足に陥っているのです。2019年には大規模な断水を決行し、なんとマニラの100万世帯約600万人もの人々が影響を受けました。断水時間が最も長い地域では午後2時から午後5時のたった3時間しか水が供給されず、しかもそれが約3ヶ月間も続いたのです。マニラの街中では生活用水を求め、バケツを持った多くの市民が給水車に殺到したり、水が出る家を訪ね歩き分けてもらったりと大混乱。フィリピン政府が市民に節水しパニックにならないようにと呼びかけるほどでした。またフィリピン南部のミンダナオ島では干ばつによる農作物への被害も拡大。フィリピン農業省によると、トウモロコシなど約2万3000トンが収穫できず、約10億円の被害が出たそうです。ではなぜマニラを中心にこれほど深刻な水不足が起こったのでしょうか。フィリピン当局はエルニーニョ現象の影響だと説明しているのですが、近隣のダムではそれほど貯水量が減っていないことから、そもそも人口に対してダムの数が少ないのではとも指摘されています。つまりダムの不足によってマニラの急速な発展に水の供給が追いついていないってことですね。もちろんフィリピン政府もただ手をこまねいていたわけではありません。そう、新しい大型ダムの建設計画を発表したのです。これまでマニラ首都圏はブラカン州のアンガットダムからの給水に依存してきたのですが、新たなダムの建設によって慢性的な水不足を解消する狙いですね。この新ダムの名称はカリワダム。カリワダムはルソン島中部ケソン州に、総工費122億ペソ、日本円でなんと約248億円をかけ建設される予定で、ダムから全長 21.7km の送水トンネルを掘削して、マニラ首都圏に水を供給するという大規模なもの。当初このカリワダム計画には一悶着ありました。一つは先住民族の問題。居住地が水没してしまうため、このカリワダムの建設予定地に暮らす先住民族のレモンタード族とドゥマガット族がダム建設に反対の声を上げたのです。住民の怒りは当然ですよね。自分たちの住む家がなくなってしまうわけですから。そしてもう一つは環境問題。実はカリワダムの建設予定地は野生生物の保護区域であるカリワ流域森林保護区の一部。建設事業の影響を受ける森林は1万2000ヘクタールの広さになり、172種もの植物が確認されているのです。それだけではありません。そこにはフィリピンワシなどの希少生物の生息域もあり、それらが全て破壊されてしまうってことです。しかし当時のドゥトルテ大統領は、最大多数の最大幸福を優先させると宣言し、特別な権力を行使すると警告、反対の声を封じ込めてしまいました。これはなかなかすごい強権っぷりじゃないでしょうか。そしてフィリピン国民にとってさらに大きな問題が発生。なんとこのカリワダム計画は日本ではなく中国が受注したのです。
カリワダムの建設は中国の政府開発援助 ODA を通じて中国農原建設が請け負うことになりました。すでに2021年7月29日にフィリピンのリサール州で着工式が執り行われています。しかし近年中国も海外でダム建設を受注しまくっており、実績は十分。一体フィリピン国民にとって中国が受注したことにどんな問題があるというのでしょうか。それでは中国が建設することに決定した際にフィリピンの人々がネットに寄せた意見を見ていきたいと思います。バカげている、中国の借金付け戦略にまんまとハマる気か。フィリピン政府は本当に愚かだ。僕は中国人と日本人両方の国の人たちと働いたことがあるけど、明らかに日本人の方が仕事のパートナーとして優れている。お願い、政府は国民のためになる決断をしてくれ。中国じゃなく日本を選択してくれよ。日本は現地の人たちのことをちゃんと考えてくれている。だけど中国には違う目的があるんだ。ダム完成後のメンテナンスも考えて選んでほしい。中国を選んだら数年後に後悔することになるぞ。日本企業に頑張ってほしかった。日本製には 100% を超える信頼を抱ける。その品質の高さは世界が知ってるんだ。世界から低品質だと認識されている中国とは違う。安いかどうかは重要ではない。何より大切なのは品質なんだ。そして水不足を解消できる品質を構築できるかどうかだ。どう考えてもあらゆる面で日本が中国より上だよ。失敗したら壊滅的なダメージを負うことになるんだぞ。このダム計画はそういう類のものなんだ。俺が信じられるのは日本人だけだ。あははは、確かに中国に頼めば安いだろうさ。日本に頼めば若干高くなるが品質は保証されている。今までだって日本は高品質なものを生み出してきた国じゃないか。おいおい、エクアドルのダムに起きたことが中国製の品質のひどさを証明しているだろう。なんで日本に頼まないんだ。中国は腐敗した役人たちにお金を渡している。日本はそういうことはしないし、ネガティブな要素もすべて正直に話す。だから日本は選ばれないのでは。今まで散々日本から支援を受けてきたのに日本を裏切るのか。安さだけで選んでいたら必ずしっぺ返しを受けることになるぞ。いや、国民の不満がとんでもないことになっているじゃないですか。そう、フィリピン政府が安いというだけで中国に発注したことが国民にもバレバレだったのです。そして日本への信頼の高さもさることながら、中国に対する不信感が半端じゃないことがよくわかりますね。中国への不満は大きく2つあるようです。1つは品質問題。環境保護団体インターナショナルリバースのデータによれば、2014年に中国が海外で建設したダムの数は333基に上り、アジアのみならず欧州や南米、アフリカでも受注しまくりの状況。このように中国製ダムが海外でどんどんできているのですが、実は品質がメタメタだったのです。南米エクアドルで中国が2016年に建設したコカコドシンクレアダムは、わずか2年後になんと7600箇所のひび割れが生じたのです。いや、よく数えたなってくらいひどいダメージじゃないですか。中央アジアのウズベキスタンでは2020年5月中国が建設したダムに穴が開き決壊してしまいました。アフリカのスーダンのメロウェダムは2009年に中国が建設した巨大ダムですが、わずか5年というありえない建設スピードで完成したことから安全上の問題が懸念されているのです。また中国がダムを作ったことで新たな問題が勃発した国も。アフリカのガーナでは V ダムの建設を中国が請け負ったのですが、建設予定地に生息する川の救済計画が全くなく、川の流れが変わってしまい、下流域では水不足になってしまいました。同じくアフリカのエチオピアでは、中国による大エチオピアルネサンスダムが2020年7月に完成しましたが、下流に位置するエジプトやスーダンと水の分配をめぐって対立が激化。東南アジアメコン川流域は、中国が上流でダムを作りまくった影響で
水位が過去100年で最低レベルになってしまい、下流域にあるラオスなどでは農地が干上がるわ、漁獲高が減るわと散々な状況になりました。中国の基本スタンスは、ダム建設に伴う弊害は相手国自身で解決すべきとしており、要は作るだけ作ってその後の責任は取りませんってこと。なんともいい加減としか言いようがないですよね。そしてもう一つは、中国という国に対する不信感。中国のこのダム輸出は単なる善意の経済支援ではないと言われています。中国の狙いは、相手国の水不足や電力不足を解消して経済発展を手助けするのと引き換えに、資源を確保したり軍事的な拠点を作ったりすること。つまり相手国の発展のためではなく、中国の政治的利益のためってことですね。先ほどのコメントにも、借金付けや中国には違う目的があるなどありましたが、フィリピンの人々もそうした中国の企みを敏感に感じ取っているのでしょう。そんな目的で支援しているので、中国の海外での建設計画は極めて適当。実際2020年1月31日に、フィリピン国家経済開発庁のアーネスト・ペルニア長官は、中国の資金援助で実施された案件の多くが遅延していると発表。中国がフィリピンで建設中の案件は全部で19件あり、その供与総額は約1兆815億円に上るのですが、そのうち計画通りに建設が開始されたのは、なんとたった2件だけなのです。一方、ペルニア長官は日本に対しては、日本の支援で進められている案件は進捗が早く、日本、フィリピン両政府が進捗確認の会議を定期的に行い、緊密に連携ができていると高く評価。自国の利益のために低品質なダムを輸出しまくる中国と、相手国の状況も考慮し高品質なダムを建設する日本、どちらの国に依頼した方がいいか明らかではないでしょうか。フィリピンも中国より日本を選ぶべきだったかもしれませんね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。